皆さんこんにちは、サンフランシスコ在住の総合隆です。今日はアメリカの税金をですね、どういうふうにみんなが払ってるかっていうことについてお話したいと思います。まずお断りすべきはですね、日本を43年前に離れて最後に遊びに行ったのが17年前という人なので、日本の事情を全く知らない。したがって日本と比べてどっちがいいとか悪いとかというお話はできないっていうことなんですね。またこっちの事情も 100% 知ってるわけじゃないので、皆さんの興味がありそうなこと、自分が知ってるだけをですねお話ししたいということです。ですので、最初にそのことをご了承ください。まず結論から言うと、税金は国に対して払うものと、州に対して払うものがあります。国に対してのものはフェデラルタックスといって、州に対するものはステートタックスって言うんですね。税金を徴収する機関ですが、国のものは IRS インターナルレベニューサービスといい、今日は国税庁とでも呼びましょうか。州の税金を徴収する機関はカリフォルニアの場合はフランチャイズタックスボードと言います。国民一人一人がソーシャルセキュリティナンバー、社会保障番号というものを持っていて、それは10桁の個別の番号なんですね。例えばある人は 123-456-7890というようにですね、国に対しての税金の話だけとして、まずお話しすると、最も簡単に言うと、雇用者が人を雇用した後ですね、 W4 といって、それどのぐらいそれぞれのペイする時期に、税金を引いてほしいかっていう書類に記入させます。そしてそれに沿って、それぞれのペイの時期に、雇用者は税金を毎回引いていきます。普通月に2回払いが多いんですけれども、で、国税庁に対してですね、この社会保障番号のこの人にいくら払って、国に対する税金はいくら引いて払いましたよという、報告を送るわけですね。で、その同じ情報をその従業員に対して、その翌年の1月末までに W2 って言いますけれども送るわけです。で、それをもらった従業員は、自分の社会保障番号はこれで、国に対して、4月15日までに、これだけ払った。で、自分の払うべき、金額はこれだけで、それによると、自分の合計としては多く払いすぎているから差額を払い戻せというふうに報告するわけですね。逆に少なく払っていた場合は差額を国税庁に払わなければならない。この場合は、自分の当座預金のチェックを添えて送ります。もちろん給与だけが収益ではなく、レイオフ、日本ではリストラっていうんですか、それされて失業保険をもらったらそれも入ってきたもの、株を売って損したとしたらそれは損失というふうに、いろいろ他の要因も関係してきますよね。だからどんな収益あるいは損失に関しても、その一人一人の社会保障番号がついて回っているのだから、その番号の人に関して国税庁に報告されている金額、その個人からの金額の報告がマッチしなかったら、これは問題になります。ファイルタックス、あるいはファイルフォータックスリターンズって言うんですけれども、ファイルってどういうふうに訳すればいいんでしょうかね。申告するでいいのかな。ちょっと違うような気もしますけれども、とにかくそれをするには郵送でもいいし、コンピューターからでもいいんですね。コンピューターを使う場合は e-file と言います。e っていうのは electronically、電子的にっていう意味ですよね。また自分でやってもいいし、資格を持った人にお金を払ってやってもらってもいいということ。税金のファイルは、税金を申告するのは1月23日から開始できるんですけれども、その税金に関する書類は1月末までに送ればいいので、ほとんどの人が2月に入ってから税金のファイルをします。締め切りは4月15日です。サンフランシスコの場合、そのフェデラルのビルがシビックセンター、市庁舎の近くにあって、そこの中行ってですね、フォームをもらって郵送することもできるし、それからそれはダウンロードすることもできます。で、その自分がやる場合ですね、解説書をですね、置いていますので、そこでピックアップできます。今日実は皆さんにお見せしようと思って行ったんですね。しわくちゃになってしまったんですけれども、こういう1040って言うんですね、IIS って書いてあるでしょ。
国税庁に対して納めるフォームを1040って言うんですけれども、その1040の書き方に関するインストラクション、書き方の説明ですね、こういう本を置いてるわけです。そして空のフォーム、これ見てください。1040って書いてあるでしょ。 US Individual Income Tax Return 2022年用。自分は割と数字に関するこういった作業も得意だし好きなんで毎年自分でやってましたけれども、そうですね、合計で10時間とか15時間ぐらいかけてやっていましたけれども、ついに複雑すぎるよと思うようになって人にやってもらうことに、しています。ここそうですね 10年ぐらい、実はこの講演はですね、この間ご紹介した中華街へ買い出しルーティンっていうご紹介したクレメント通りからわずか3ブロックのところにあるんですけれども、今これからそこへ行ってですねやってもらうことになっています。費用はですね200ドルいつもかけてたんですけれども、今年考えてみたら自分の必要な書類はわずか3つなんですよね。そしてだからちょっと簡単すぎると思うので、ちょっと割引を頼んでみようかと思っています。その前にですね、その経理士さんに実際にやってもらった2019年の税金のコピーをお見せします。2019年用ということは、これは2020年の2月にやってもらったということですね。そしてなぜ2019年のをお見せするかというと、その年が自分が最後に働いた 年だから。こっちがフェデラル、こっちが、ステートです。今日はですね、一応フェデラルだけをお見せしますね。そして、その経理士さんはこの情報を全部コンピューターで、それぞれ IIS って言いますけれども、フェデラル、そしてフランチャイズタックスボードって言いますけれども、州の方にコンピューターで送ったんですね。で、これらは単なるそのコピーなんですけれども、それから自分の名前、住所、社会保障番号は、紙でカバーしていますが、ご了承ください。個人情報なので。なんで今年はですね、3つしかドキュメントがないかっていうと、まず働くのをやめてるから収入はなかったわけですね、去年は。レイオフになったり、クビになったりしたら、アンエンプロイメント、失業保険をもらえるんですけれども、働いてない以上、そういう、失業保険なんかもなかった。それから、コンドミニアム、自分の、アパートもですね、支払いが終わってるので、そういうローンの、控除とかそういうのがもう全然ないっていうことで、もらってるのは何かっていうと、ソーシャルセキュリティベネフィッツ、社会保障、給付金とでも訳しますか。それと、それから、日本からのスズメの涙ぐらいもらってる、日本でも4年働いたので、その日本からの、年金ですね。それともう一つはですね、IIA といって、インディビジュアルリタイアメントアカウントですか、個人退職アカウント、訳したらいいと思いますけれども、働いてる時にですね、例えば、まあ、5万ドル1年に、もらったとするじゃないですか。そしてそのうちの1万ドルだけですね、棚上げにしとくっていうのかな。5万ドル実際はもらったんだけれども、4万ドルだけもらったことにして、その4万ドルに対して、その年は税金を払ったんだけれども、1万ドルは、税金をまだ払ってない状態で、リタイアしてからもですね、そのアカウントに、銀行に置いとくっていう、それを IIA って言うんですけれども、それを崩して、実際に使うときはですね、
場合ですね、リタイアしてからそういうふうにしてそのお金を使うことは収入とみなされるんだそうです。去年はですね、結構ちょっと多額のお金を引き落としたので、それが結局収入ってことになって、ソーシャルセキュリティベネフィッツ、ソーシャルセキュリティ、社会保障給付金は税金はかからないはずなんですけれども、それが収入っていうことになってですね、収入が多すぎるっていうことで、ソーシャルセキュリティベネフィッツ、社会保障給付金の一部に対してタックスを払わなければいけなくなったんですね。その3つですね。はい、その経理士さんのところへ行ってですね、その結果を聞いて、そして書類にサインして、経理士さんにコンピューターを使って、自分のためにファイルしてもらうようにお願いして、この公園に帰ってきました。160ドル、費用を払って帰ってきました。結局フェデラルの方なんですけれども、980ドルぐらい自分が国税庁に払わなければいけないっていうことが分かったんですね。州からはですね、ちょっと払いすぎてたので、840ドルぐらい返ってくることになっています。国税庁に払うのは当座預金からですけれども、当座預金からその自分のチェックを送ることはコンピューターを使ってファイルする以上できないので、自分の口座番号を書いてですね、日にちを指定して、あと3日後なんですけれども、国税庁から自動的に引き落とす段取りになっています。以上はアメリカの、税金の払い方を、ご説明してきましたけれども、大体分かっていただけたでしょうか。で、皆さんに文化あるいは習慣の違いみたいなものをお見せしたら興味を持っていただけるんじゃないかなと思ったので、このビデオを作ってみました。楽しんでいただけたら嬉しいです。ここまで見てくださった方、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次のビデオでお会いできるのを楽しみにしています。